またゲームしよう。今日のリアは負け知らずなんだから。悪魔の生態ね。理事会がこれをクラス1判定に。でもこれで功績を上げればストレートに理事会入りできるかもしれないわ。ねえねえったら。ああごめん。それで、あなたの考えは？直接話してみよう。人格化の進んだ個体にはこれが一番有効だ。まずは研究の準備をした方がいいんじゃない？主要オブジェクトとの接触は死に至る可能性があります。よろしいですね？はい、各小隊は配置につけ。こんにちは。いくつかテストしたいことがあるんだけど、協力してもらえるかな？今のは何かな？よかったら教えてくれないかな？大丈夫なら接触を続けて。ん？どうかした？人がいる。大丈夫。まだ知り合ったばかりだものね。また来るよ。収容室に入り次第全ての監視カメラと通信を停止するわ。気をつけて。何かあったら緊急通信を使って。了解。ごめんなさい。
この男性の精神に影響を与える君の能力は親しくなると弱まっていくのかな。わざと誘惑してるって言いたいの？親しくないから私がサキュバスだから。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい、もう休みたいの。今のは何？最近物を動かせることに気づいたな。念力みたいな感じかな。どのくらい重たいものまで動かせるのかな。ナオト君、そんなに驚かないでよ。驚くに決まってるよ。リアの収容クラスにも影響する可能性がある。さっき見たでしょ、インチキレベルよ。今日は何をしたい？今日はあなたと遊びたいな。え？固くならないでよ。大丈夫。今日はゲームをしたいわ。なんだって？何ぼーっとしてんのよ。ちゃんと聞いてる？最近研究は順調？リアは随分信頼してくれるようになったよ。それならよかったわ。どうした？何か問題でもあったのか？最近不安定な収容オブジェクトがいくつかあって面倒だけど大丈夫よ。気にしないで。そうよ。指数上昇。データ異常。エネルギー出力を上げるわ。指数上昇。データ以上。エネルギー出力を上げるわ。
指数上昇。データ以上。失敗ね。クールタイムが終わったらまた挑戦しましょう。そうよ。指数上昇。データ以上。エネルギー出力を上げるわ。指数上昇。データ以上。さすがは私のエースね。臨時権限を申請します。ソロモン王の審判と心臓の使用許可を。理由は？万が一のためです。審査を前倒しに？何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて研究も急ぐようにって。そうか。収容コード 1-12、 今後はサキバスと呼ぶけど、今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。サキバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？サキバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？優れた超自然研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら。異常なしね。僕の S 値は51よ。ギリギリじゃないか。
その銃はソロモン王の審判か。理事会は僕のことを悪魔だって。万が一のためよ、深刻にならないで。ソロモン王の審判は悪魔に関するものに対して引き金を引くとき殺傷能力を発揮する。自分でやってみれば理事会も安心するかな。万が一万が一の時は私が責任を持って射殺する。ありがとう。ナオト、やっぱり研究は中断しましょう。誰かに引き継いでもらうから。でもやっと心を開いてくれそうなんだ。もう一度収容室に入ってうまく説明して、1-12に勘ぐられないように。それからあなたは何も考えずに休んで。わかった。ナオト君、まだいるの？リアの視力は 2.0 あるのよ。これ意味ある？簡単簡単。もっと話して。見える見える。こんなテスト意味ないわ。それだけ？じゃあやるわよ。問題ないわ。このアンケート作ったのはどこのバカよ。ちょちょいのちょいっと。いい調子。イエーイ！さすがトップの研究員ね。リア尊敬しちゃう。ナオト君、体調でも悪いの？実は任務で外に出ることになったんだ。今後は他の誰かが僕の仕事を引き継ぐと思う。もう会えないの？リア、僕が決められることじゃないんだ。それじゃあもう行くよ。なんだ？緊急事態発生。1-12を落ち着かせてそのままセーフハウスに入って。何があった？どの収容オブジェクトが？心臓よ。ナオト？リア？ナオトは友達。私なら助けてあげられる。神を称えよ、悪魔大佐。神を称えよ、悪魔大佐。リア。
リア、ありがとう。でも、君は…すぐに戻らないと。そうでしょ？ああ。嫌よ。感じ？あなたはもうリアのもの。